ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が23日、本拠地でのナショナルズ戦に、2番指名打者で出場し、自身初となる1試合3ホームランを記録した。初回にセンターへ25号ソロを放つと、2回に26号満塁弾、7回にはライトへ27号ソロを放つなど、4打数3安打6打点と大暴れ、チームを9対1の快勝に導き、連敗を9で止めた。さっきア・リーグ新記録の62本を放ったジャッジは、6月3日の敵地ドジャース戦で、守備中にライトフェンスに激突。右足親指の靭帯を断裂して離脱したが、7月28日に復帰。頼もしい存在として打線に座っている。ジャッジさんさすがやな。ジャッジはパワーもすごいと思うけど、ホームランを打つのが上手い印象やわ。ここから巻き返して、トップに立つのは厳しいと思うけど、あっさり抜いて2位浮上はありえるよな。怪我してなかったら今頃50本くらい打ってたかも。ジャッジの本領発揮やな。怪我は多いけど、打者としてはジャッジも大谷と同じ化け物よな。大谷もジャッジも人柄や人間性が素晴らしいから、やっぱ二人には活躍してほしいわ。ほんとすごい選手やな。打つ時も投げる時も、無駄な力が入ってない感じで美しいわ。ここから40本近くまで一気に追い上げてきそうや。ホームランアーティストやな。体が強かったら、怖いくらい打つよな。この調子なら、ホームランランキング2位までは時間の問題や。やっぱジャッジがいるのといないのとでは、かなり違うな。50本目指して頑張ってほしいわ。怪我が多いのは体が大きすぎるんかな。やっぱり別格やわ。出てる試合数からの割合で言ったら、今年も去年並みに打ってるよな。